へえ、そうかい。おい、雨が1週間降り続いた後も頭が焼けるほど日差しが強い時も、どうしてこの辺は常にぬかるんでるんだ。ボークレールの気まぐれな天気を僕のせいにしないで。気まぐれな天気？お前のことは知ってるんだぞ。うちの前にお前らの中身を捨てやがって、そうやってみんなの靴を汚して靴磨きで儲けてるんだろ。そんなバカな、濡れ衣もいいとこだ。バカとはなんだ、ベルトで尻を叩いてやる。来い。話してやれ。ああ、誰だお前。ウィッチャーだ。忠告しておくが、おとなしく帰った方がいいぞ。ウィッチャーは怪物から人間を守るもんだろ。正義から小悪党をかばうのかよ。その子に話があるんだ。いくらでも話せばいいさ。俺たちがとっちめた後にな。どいてろ。そうはさせない。へえ。じゃあお前もぶちのめしてやるよ。一人増えても同じことだしな。下手な手で回り込め。取り囲むんだ。足の骨折ってみる。犯罪者をどうなるか教えてやる。晴れてきた。一体何の騒ぎだ。先に手を出したのはどっちだ。怪物のことを調べてる。公爵の命令だ。ああ、聞いてるぞ。じゃあこっちの奴らは何をしてるんだ。俺の調査の邪魔をした。なるほどな。何日か檻の中で過ごせば公爵の代理人の邪魔をする愚かさに気づくだろう。来るんだ。ずいぶん喧嘩が強いね。稼いでみる気はない？僕と組めばいいコンビになれるよ。ああ、どんな風に稼ぐつもりなんだ。そりゃもうすごく稼げるやり方だ。業務提携さ。僕はあんたの靴を磨く、あんたは僕を護衛する。あんたの方が強いから、毎朝道におまるの中身をまくのもあんたの仕事だ。あのぬかるみの話は本当だったのか。奴らに殴られても文句は言えないぞ。こっちも生活がかかってるんだよ。それでどうだい、僕と組まない？考えさせてくれ。いいか、ある男のことを知りたいんだ。待って待って、話をするならまずは座ってくれよ。だが俺の靴は綺麗だぞ。この街で綺麗な靴は僕の店を出る客の靴だけだよ。さあどうぞ、そこに座って。それで誰のことが知りたいんだい？君の馴染みの客だ。上品な黒いフロック姿で、この辺りのものじゃない、うん、よそから来た人かい？いたような、いなかったような。小遣いをくれたらもっと必死で思い出すけど。いくらだ？そうだな、500クラウンほど。なんだって、そんな大金。一体何に使うつもりだ？店を広げるのさ。立派な屋台に大きな看板、新しい木箱、それに磨き粉とブラシも新しくして、まだお金が余ってたら洗濯屋の株を買って排水をタダで回してもらうって寸法さ。なるほど、綿密な計画だな。そうさ、僕に足りないのは資金だけだ。だが怪しい商売に資金を出すつもりはない。知ってることを話してもらうぞ、ただでな。はい、おじさん、わかりました、そうします。あんたが探してる人は知ってるよ。でも名前はわからない。いいお得意さんで、何日かに一度必ず靴を磨きに来るんだ。とても優しくて必ずチップをくれる。どこに行けば会えるかわかるか？さあ、わからない。でもここで待ってたらそのうち来るよ。そんな時間はないな。本当にどこにいるかわからないか？どの方角から来るかだけでも覚えてないか？あのさ、
靴磨きをしてるときは客が来る方向なんて見てないんだ。靴を見てるからね。どうやら苦労してるようだな。ああ、来たのか。気分はどうだ。おかげさまで。この辺りの共同墓地の素晴らしい空気で驚くほど回復した。さて、横から失礼。私からも質問させてもらえるかな。君、この小瓶を見てくれ。靴磨き粉に一滴加えるだけで汚れがこびりついた靴でも聖レビオダ聖堂の屋根のように滑らかに磨ける薬品だ。これがあれば同じ労力で今までの3倍の客をさばけるだろう。稼ぎも山のように増えるはずだ。これを君にあげてもいいんだが、男が住んでいそうな場所を教えてくれればね。でも彼にひどいことしないかい？変わったお客さんだけど優しい人だよ。実を言うと彼とは友達なんだ。少し行き違いがあって離れてしまったが、話し合って仲直りしたいのさ。よく彼の靴を港のそばの家の前まで届けるんだ。赤い扉の家だよ。でもその家に住んでるかどうかは知らない。尋ねてみよう。手がかりがあるかもしれん。行く前に靴の汚れを落としていかない？失礼かもしれないけど、二人ともそろそろ磨いといた方がいいよ。ありがとう。でもまた今度な。あの子をうまく解き伏せたものだな。その子に合ったやり方で話すのが子供には一番効果的だ。なるほど。その子が一番欲しいもので釣るわけだ。赤い扉、靴磨きが言っていた家だな。行かないな。押し入るしかない。それより往来に立って太鼓を叩きながら、レトラフお前を探しに来たぞと叫んだらどうだ。もう少し頭を使ってくれないか。お前の考えを聞こう。少し待ってろ。すごいな。泥棒になる気はないか。その能力があればとてつもなく役に立つぞ。頭をよぎったことはあるが、ひどくつまらないと気づいたよ。行こう。奴はいるか。何か感じないか。いや、いないようだ。だが最近までいたらしい。まだ匂いが濃く残ってる。調べてみよう。古いおもちゃだ。もう使われることはない。哀れだな。誰かを喜ばせたこともあったろうに。この人形はなんだか不気味だな。誰かが最近修理したようだ。埃がついていない。誰かが最近ここに置いたんだ。よくできてるな。この人形はなんだか不気味だな。最後にはこのおもちゃのようになるんだろうと考えることもある。誰かが最近修理したようだ。
屋根裏か、行ってみよう。ここが奴の住処か、あたりを調べてみよう。デトラフ・ファンデル・エラティン殿、貴殿は我々を知らないが、我々は吸血鬼である貴殿を知っている。レナ・ウェッドという女が弱点だということも、我々は彼女を生きたままネズミに食わせることも、皮を剥ぐこともできる。そして貴殿は彼女を救うことができる。ただボークレールに行き、5人の男を我々の指示通りの方法で殺すだけでいい。貴殿に与えられる殺しの期限は3日。失敗すれば次の手紙にその証を同封しよう。恋人の指だ。これではっきりした。デトラフは自身のために人を殺したのではない、何者かに脅迫されている。一体誰だと思う？デトラフに敵はいたのか？確かに彼はしばしば敵を作ったが、長生きできた者はいない。逃げ切った者がいるかもしれない。理論上はそうだが、私の知る限り一人もいないな。もしいたとしたら悪魔よりも危険な奴だ。デトラフと対峙すれば理解できるだろう。いずれにせよ窮地の中ではないはずだ。レナ・ウェッドとかつての恋人だ。彼が親しくなった女性は後にも先にも彼女だけだ。彼女だけは彼を拒まなかった。彼女の献身と思いやりがあってこそ彼はこの残酷な世界に身を置けた。私は彼女が始めたその仕事を引き継ぎたいのだ。会ったことは？残念ながら一度もない。彼女がデトラフの元を去ったのは私が救われる前だ。行方不明になったと聞いたが。行方不明ではないと？彼よりも人間をよく知ってるのでね。人間がどれほど不誠実になりうるか。それに彼女は自分の荷物を持って姿を消したと聞いている。誘拐されたとしたならそんな余裕はないはずだ。聞きたいことは分かってる。先に答えよう。彼女が去った理由は知らない。だがおそらくデトラフが何かに怒り、怪物じみた別の一面を見せてしまったんだろう。デトラフの怒りは誰をも震え上がらせる。もちろんそれを見て逃げられる者はほぼいない。奴には未練があるのか？捨てられたのを受け入れられないと。そんなに不思議なことか。同じことで思い悩む人間を一人も見たことがないとでも？デトラフは大抵の人間より激しい感情を持っているんだぞ。彼女は単なる恋人、愛人、伴侶ではなかった。彼の一族に招き入れられていたのだ。誰も自ら一族を離れてはならないんだ。それほど大事ならデトラフは彼女を探したんだろう。上級吸血鬼なら方法はいくらでもある。赤子の手をひねるより簡単だったはずだ。ゲラルト、我々は単なる吸血鬼で奇跡は起こせない。探したとも、何ヶ月も探し続け、ついに諦めたんだ。レナベッドは彼を知り尽くしていて、彼に見つからないように痕跡を隠すことができたようだな。その時はレナベッドが彼を捨てたかもしれないが、今は本当に誘拐されているようだな。間違いなさそうだ。それに彼女を解放するために彼が何をするか予測できない。殺人を続けるのは確かだ。イエネファーを人質に取られたらお前もそうするだろう。彼は恋人のために殺人を犯している。犠牲者たちは彼に何の関わりもない。ああ、理解できたぞ。群れのメスを取り戻そうとしてるんだろう。その通りだ。これで奴が何者かに脅迫されていることは分かった。だがその正体は分からない。もっと手がかりを探そう。最近工具が使われた形跡がある。デトラフは殺人の合間におもちゃの修理で息抜きをしてたのか。ゲラルト、頼む、黙っててくれ。いい曲だな。本当だな。なぜかはわからないが故郷を思い出す。天体の号が起こる前の本当のふるさと。女性の肖像が少し汚れている。レナウェイとか？わからない。前にも言ったが会ったことがないんだ。見覚えのある顔だな。誰だ？わからない。だがどうもどこかで会ったような気がする。見ろ、紙片にそれぞれ名前が書いてある。クレスピ伯爵、デュラク伯爵、ミルトン・ド・ペイラック・ペイラン、ドラクロワ伯爵。
全てデトラフの犠牲者だ。だが彼の筆跡ではない。手紙を書いた何者かのものだろう。全て同じインクで書かれている。この色を見ろ。新車で着色したインクだ。珍しい鉱石で、取れるのは世界でもマザイルだけだ。だがそれだけでは、インクの輸入ぐらい誰でもできる。ああ、だが心に留めておく価値はある。見ろ、この紙片にはシミがある。ワインのシミだな。これも大した手がかりじゃない。特にボークレールでは。そうかもな。だが一応これも覚えておこう。脅迫状を送ったやつが誰なのか気になるな。なぜだ。レジス、吸血鬼の恋人を誘拐するなんて初手から大胆すぎる。さらに吸血鬼を使って殺しをやらせてる。お前の言葉通りなら殺しに不慣れな吸血鬼をな。脅迫犯は狡猾だ。ただものじゃない。うん、鋭い推理だ。となると、もしかしたらお前の同族か。黒幕は吸血鬼だと。そうだ。それで辻褄が合う。まだ仮説に過ぎない。証拠が出揃うまで断定はしないでおこう。賛成だ。分かったことをまとめてみよう。デトラフは何者かに脅迫され、殺すべき相手を指示されていたわけだ。それらは全て同じナザイルさんのインクで書かれていた。そして彼の筆跡ではない。筆跡ね。デトラフの無罪を証明するには十分だ。確かにな。デトラフは操られていた。どこかの殺人鬼が彼に殺しを敷いていたんだ。そのようだな。だがこれで進むべき方向が決まった。レナベッドを探し出し、脅迫状の効力をなくす。何者か知らんが、そうすればデトラフは操れない。それも手だな。試してみる価値はある。だがデトラフはどうする。俺たちが奴の恋人を探す間、殺しを続けるんじゃないか。心配ない。私が彼を説得し、何もさせない。お前が味方であることも分からせる。私はここに残ろう。彼はきっと近いうちに戻ってくる。説得できるか。できる。一緒に待たせてもらおう。ダメだ。彼は一里先からでもお前に気づき来ないだろう。私が一人で待つ。任せてくれ。分かった。先に公爵に報告に行かなければ。そうしてくれ。ここで待つ。デトラフと二人でな。